カール・レオポルトは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン公メクレンブルク・シュベリーン公クリスティアン・ルートビヒ一世の、弟フリードリヒと、その妻クリスティーネ・フォン・ヘッセン・ホンブルクとの間に、次男として生まれた。おじの後継者として、行位についた兄、フリードリヒ・ビルヘルム一世が1713年に、子供のないまま死ぬと、公爵家の家督を相続した。カール・レオポルトは、 生涯に三度結婚した。1709年、レイワールデンでナスサウディーツコハインリヒカジミール2世の娘ゾフィアと最初の結婚をしたが、翌1710年には離婚した。離婚したその年の6月7日には、クリスティーネ・フォン・レーペルと再婚している。クリスティーネとの再婚は、帰遷結婚であったが、翌1711年には再び離婚した。 どちらの妻との間にも子供はできなかった。1716年4月19日、カール・レオポルトは、ダンツヒで、ロシアのツァーリー・イヴァンの生の娘、エカチェリーナを三度目の妻に迎えた。カール・レオポルトは、この結婚で、一人娘エリーザベト・カタリーナ・クリスティーネを設けた。エリーザベトは後に、母方のおばである、ロシア女帝、アンナの後継者を産むことに決まり、 アンナ・レオポルド・ブナと改名し、結婚相手のアントン・ウルリヒ・ホン・ブラウン・シュバイクとの間に、ロシア皇帝イヴァン・6世を含む5人の子供を設けた。3度の結婚で、息子は生まれず1728年に退位、弟のクリスティアン・ルート・ビヒ2世が公爵位を継承した。ありがとうございます。